ハハローニーニオヨーコアン、リンリチーです,、えっとですね、今日もです、ね、日中を股にかけた、えー、海まで行くのがめんどくさくなってきた、えー、バイリンガルの僕が皆様に、ね、中華ニュースをお届けしようと思います。はいえっとねえー、今日の中国語なんですけども、えー、タオルイということで、えー、この、ねえー、タオルイっていうのはですね えー、脱税のことですね、えー、中国語で「えー、タオいっていいますね、えー、今日の,ねあの中華ニュースなんですけども、えー、中国のね、えー、一番有名なあのインフルエンサーがですねあの巨額の、えー、脱税をしていたと、えー、いうことですね、えー、彼女の名前はですね、えー、っとこれはですねウェイヤーっていうんですけどもこのウェイヤーっていうのは多分中国の今トップインフルエンサー だったわけなんですよねでその彼女がですね、まあ、あの脱税6.43億元脱税したということでこれどのぐらいかな日本円でも110億円ぐらい脱税しているんじゃないかなこれ。 脱税のお金とそのなんうのあの罰金で、ねえー、全部で、えー、13.41億,億元を、えー、支払ったということで、えー、13.41億元で まあだいたいあの二百億円ちょっとですよね。なんかその巨額の税金をねあの支払ったと、えー、いうことなんですよね。えー、このねあのウェイヤーっていう、えー、この彼女はですね、まあ中国ナンバーワンのインフルエンサーでですね。まあ僕が全然知らないんで元何で有名になったのか全然わからないんですけども、まあ要はねティックトックとかウェイボーの動画でね何かやってこのだんだんこうゆ 有名になっていくわけなんですよでこれでここ数年があのなんていうのライブコマースがね、えー、超流行ってきて、えー、そのねあのライブコマースで、えー、まあちょすごく儲けていると、えー、それのねあの広告費とまああとはねあのまあまあ売れた時にねあのもらう、えー、その、えー、なんていうのオプションでねえー、儲けていると、えー、そういう、えー 人だったんですよね、まあ、それであの、まあ、その中で、まあ、そなんていうの税金申告する時にいろいろごまかしていたということで、えーまあこのえー、日本円にしてねあの100億円ぐらいね脱税をしていたという話ですね。まあ、ねあの僕自体があのライブコマース全然見ないのであのもうライブコマース見るやつアホだと思ってるんでねあのなんていうのかな本当に自分の欲しいものなのっていう。 だからそういうインフルエンサーとかさ紹介されて紹介しててあのこれいいよって言われてあの買うようなやつはえバカだと思うしえそれをねあの紹介している間この動画をねあの見,てる見てるっていうやつがもうそのねばかだと思うんであの僕自身は一切ライブコマースは見ません。 もちろんね、なんか欲しい商品に関してね、あの自分で検索していって、あ、これどうなのかなと思って、その解説している人の動画を見るっていうのはあるんですけども、なんかのインフルエンサーが、今日はこれを紹介しますって言って、これを紹介しているときに、僕はね、あの見ないですね。あの時間の無駄だとしか思わないんでね、あの皆さん、自分の道を行きましょう。でね、あの今回ね、200億円ぐらい、このね、彼女が支払ったということで、 それに伴ってね、いわゆるライブコマースをやっていたインフルエンサー1000名が一気にね、今まで支払っていない税金をね、支払ったと、そういう話ですね、そういった影響があり、かつですね、このウェイヤーっていう人はですね、中国のね、ネットから、 追い出されたとあの封鎖されたという話ですね。あのウェイボーとかティックトックとかまあそこら辺からねあの全部あの完全に、えー、締め出されたとでねあのこのウェイアっていう、えー、彼女の会社の人はですねあの全部あのまあお家に帰って、えー、あの休暇ですと、えー、そういった、えー、通知が、えー、来たという,いう話ですね。まあ要はねまあまあなんつかねもう多分 そのまま消えるんじゃないかなみたいなね、あのー、感じの、えー、勢いですねでね多分ね彼女ね多分すごくもてはやされてて、えー、たまに多分、えー、どっかの地方の農作物とかも多分やってたんじゃないかなとか、えー、ライブコマースでね、えー、買ってくださいみたいなね えー、やってたと思うんですよ、ね、まあだからそんな感じであの、まあ、残念なことに、えー、こう巨額な脱税ということで、まあ、巨額な脱税をしてしまったら多分、えー、日本の芸能界でもね、えー、相当、えー、やばいと思うんですけども100億やったら日本だとそのまま捕まるんじゃないかなとかあの <laughs> 思ってしまうんですよね彼女ね今のところあの逮捕とか、えー、そういったことにはなってないんですよね。えー、でねこれに関して まあねおそらくねこういうふうに分析する人たちがいると思うんですよ。えーまあ、中国政府が税金取れなくなってきたと、まあ、だからねあの、まあ、取れるところからあの取れと共同富裕ということでその一環だと、えー、そういうふうに、ね、あの解説する人が出てくると思うんですけども、まあ、まあ確かにねあの最近ね あの不動産がね売れなくなってきてえ今まではねその不動産のたか例えば5000万の不動産を売ったらそのうちの半分の2500万,25万円がえ土地使用税としてまあその地方政府にね納められていたわけなんですよね。それでね実際にね多分今でも今この現時点でもえ中国国内ね多分ね まあ零細企業とかだったらむしろ全然日本よりあの税金の,ななんていうの審査みたいなのは、えー、非常に、えー、緩いと思われます、もう本当にはこれ経費でしたってあの、えー、言ってしまえば多分なんか10人ぐらいの零細企業とかだったらもう簡単に何でもポン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 、えー、飛ばしてしまうような、えー、そんな状況だったんですよね。そ、えー、それであのなんていうのそのてう 不動産買ったやつから、ね、あの要はねた,たまにこの零細企業やってて、えー、俺の冷裁俺の企業すごく儲けてるんだぜ俺こんなに儲けたんだぜしかも税金払ってないんだぜってあのそういう風にねあの自慢するやつがいるんですけどもまあそいつが不動産買っちゃってああこいつ払っちゃったみたいな、えー、そういうやつがいるわけなんですよね。でまあ,あの、まあ、例えばね中国の地下鉄なんであんなに綺麗で安いんだみたいなね、えー、そういう風にね 言う人いるんですけどもそのお金はそのマンション買ったやつのポッケからね出てるとそういう構造になってるんですよねあとあのバスの費用とかもねあのそこから埋められてると、まあ、その割にはなん,かあのなんか水道水飲めるようにはね全然しようとしないよねと僕はね えー、思っているんですけれども、まああの、まあ政府がお金なくなってきたからじゃないかと、えー、そういった解釈もねできなくはないんですけども、100億とかだったらね、あのこいつが悪いよっていうあの、えー、僕はねあの、えー、思ってしまいますね。本当にね100億脱税するとかね、あのしようとするとかねもありえないですよね。まあそんな感じでなんつかな、まあ普段甘いですよ本当にね。あの例えば日本だったら。 えー、海外資産とかね。調べてくるんですよね。あのちゃんと、えー、しなさい。みたいなね。感じでね。あのしてくるんですけども。あの中国本当にね。な,なんつうのかな？なんか本当になんつうのかな？今までこの不動産から取ってきたっていうのもあるんですけども。あの海外資産に関してはね。もう何十個持ってたら別ですけども。 あの何億ぐらいのやつだとロクロクあの調べに来ないそうです、もう何も言いに来ないそうです、言ってこないっていう、えー、そういう勢いらしいんですよ、今うんまあだから、えーまあ、まあその点においてはね、たぶんまだあの緩いね、うんえー、それでね、まあ、この人ね、えー、なんつうのかな、まあ、まあその税金のどのぐらいのパーセンテージかわからないんですけども、あの最高税率で払ったと。 最高税率の,、ね、あの45%で、えー、支払ったらしいんですよね。でね、中国国内ね、あのよくね、あの誰々の給料、えー、いくらだよってあのくやつがいるんですけども、あのまあ、お姉ちゃんとかでね、あのくやつがいるんですけども、僕も、まあ、へえ、楽しくにしてたんですよ。えっ、ー、とね、まあ、だから、給料が、ね、あの100万円ぐらいで、えー、だから日本円でいうところの,あの、えー、1600万円とか1700万円ぐらいで、 あのもうほぼほぼ税率があの半分になってしまうわけなんですよだから日本だと、えー、1700万円程度だと大体30%かな30%だからなんかそのクラスになると、ね、も,うもうね全然日本の方が楽になってくるわけなんですよね、えー、だからまあまあもちろんねあの100万円とかなってきたら さすがに、ね、あの会社から、ね、あの株をもらったりとか、ねえー、そういったあの配当をもらったりとか、えー、そういうので抑えてくるんですけどもあの単純にお姉ちゃんとかでね誰々いくらもらってるのよってすごいんだよ車持ってるんだよっていやーそれ給料でもらってたらお前 <laughs> ろくな生活できねえだろうとなんかあの僕とかねあの、まあ、上海のど真ん中だとね。 マンション買ったらねできねえだろうとか,なんか思いながらね僕はねずっと話聞いていましたね、まあ、そんな感じでねまあ今回はねあの多分このお姉ちゃんが悪いこのウェイヤーというお姉ちゃんが多分純粋に悪いと思います、はい、え今日のねこの動画が,動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それででは皆さんリンチでした再